2010年、バラク・オバマに、アメリカ国家技術賞を授与される前のハリー・クーバー。ハリー・クーバーは、最初の瞬間接着剤であるイーストマン910の、発明者である。ニューアークで生まれ、ホバートウィリアム・スミス・カレッジで学士号、コーネル大学で修士号及び博士号を取得した。彼は1944年から1973年まで、科学者として、 イーストマンコダックで働き、1973年から1984年には副社長を務めた。退職後はキングスポートに転居し、余生を過ごした。1942年、透明なプラスチックの銃の照準器の素材について研究していた時、クーバーラは二つの対戦当時、大きな傷の縫合の代用に用いられていた。 シアノアクリレートを試験し、粘バつきすぎるとして、不採用とした。9年後、クーバーは、ジェット機の塩害のための大熱ポリマーを発明する、研究を監督していたが、シアノアクリレートが再び試され、その粘バつきが再確認された。しかしこの時は、クーバーは、自分がユニークな接着剤を発見していたのだと、気づいた。1958年、この接着剤は、 コダックよりスーパーグルーとして発売された。一般的にシアノアクリレートはアクリル元のついた樹脂で水の存在下で急速に重合し長く強い鎖を作る。湿気があると固まってしまうためチューブやボトルに入った接着剤でも時間が経つと空気中の湿気で固まってしまう。これを避けるため容器を開けた後は機密性の容器で シりカゲると一緒に保存しなければならない。シアノアクリレートは、ガラスやプラスチック等のような穴のない表面を作る、ため、指紋の採取用に用いられる。温めると蒸気を出して見えない指紋と反応し、空気中の水分によって、指紋の円に沿って、ポリーマーを形成する。浮き上がった指紋は、裸眼でも見ることができるようになる。スーパーグルーを構成する。 メチルシアのアクリレートの化学構造また、この物質は個体同士を接着させることができた。クーバーは体組織の接着に使えることに気づき特許を取った。ベトナム戦争で初めて負傷した兵士が手術を受けられるまでのつなぎとして、負傷した臓器の組織の一時的な接着に用いられた。現在では、包合跡の残らない 外科手術として世界中で行われている。クーバーは460もの特許を持っており、スーパーグルーはそのうちの一つである。彼は研究開発に重点を置いた経営論であるプログラム化されたイノベーションという概念を打ち出し、これを導入したコダックでは320の新しい製品が生み出され、売上は18億ドルから25億ドルに上昇した。 クーバーは後に国際経営コンサルタントになり世界中の顧客企業にプログラム化されたイノベーション論を説いた。クーバーはその顕著な発明や創造の業績に対してサザンケミストマン・オブ・ザ・イヤー・アワードを受賞した。また、R.B. バーンズ・アワード・フォー・リーダーシップ・イン・ケミカル・リサーチ・マネージメント、モーリス・ホラント・アワード、イリアチーブメント・アワード等も受賞し、 インダストリアルリサーチインスティチュートから入りメダルを授与されている。2004年には全弁発明家電動に選ばれ、2010年にはアメリカ国家技術賞を受賞した。クーバーは2011年3月26日にキングスポートの自宅で死去した。ありがとうございます。